嘘でしょ、もしかして。あー、さっきの攻撃でハマっちゃったんだ。あー、皆さんこんにちは、ゆずきしろうです。はい、今夜もデッドバイデイライトのお時間やってまいりました。ということで今夜はね、生存者クローデとこちらのねパークでプレイしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。さあやってきたぞ。今夜はねクローデとの一番隠密になるね、隠密服でやってきたので、まあ、なるべくねその隠密していけるところを隠密していって、まあ、チェイスするところをチェイスしていって救出したいなのボロータイムをね持ってきました。いや最近回線切断がね少しずつ減ってきて、いや非常にね嬉しい形となりましたけれども、まあ、デッドバイの方がねあの回線切断のあの強化にちょっと力を入れてるということなのでね、いや本当に良かった。前のシーズンとかも本当に切断が多くてね、なかなか大変な試合も多かったんだけども、さあやっていきましょうかね。オートヘイブンレッカーズ、ビリーか、え嘘でしょ、ちょっと待って、やばい、ここにいるぞ、ちょっとその縦ラインに隠れて、あぶねえ、あぶねえ、生きてることに感謝したいね。いや本当に今日ね第一村人率もすごい高くって、危なかった、都会があったから助かりましたね今ね、危ないとこでしたよ。ということで、今回ヒルビリだからほんと英雄持ってこなくてよかったわい。最近ね英雄の奮起結構お気に入りで、あのどうにかうまく使えないかなと思ってねよく持っていくんだけど、特にあのワンパン系とか、まあ、能力でね一発で倒せるようなキラーだと英雄のそのなんて言うんだろうねゲージっていうの、あれがねたまらないのね、通常の被弾のみでっていうことになるので、まあ、ビリーのチェーンソーとかねカニバルとか、まあ、ハントレスのワンパンとかねマイケルレベル3はあれは通常攻撃にカウントされないので、まあ、全然ねうまくいけないのよね。ということでちょっとオブセッションが揺らいでて、ただいまチェイス中、どこでやってんだろうな、真ん中の家のところかな、なんかあの多分曲がってった角度的にそこら辺かな。でこのガスヘイブンだと本当にマップ生成で真ん中に板が少し多くあればちょっとは真ん中でチェイスも生きるんだけど、そうじゃやばいやばいやばい、おいおいまずいまずい、そうじゃなくてやばいのね、もしかしてこれタゲ映った、もしかしてこれタゲ映っちゃった、ちょっとしないか使って遠く行くか、そこの窓枠使うにはまだ早い、板もまだ使えない、やばい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 、板が板ないから板ください、え板がない、嘘でしょ、もしかしてここ、あもうすでにない、まずいまずい、これ越えられないな、これまずいぞ、ここがもうチェイス済みだったってことかな。でもまた真ん中じゃあ残ってるってことでいいのかな。ということでね、あの無事第一村人になりました。ちょっとここにかけられて血まみれだヒルビリー、どうなんだろう、チリがあるのかな、曲がっていくね、うまい、丘のところに一人生存者、今回はバレないつもりだったんだけどな、いや警戒してるぞ、おっとバレてないぞまだ、今回ヒルビリチェーンソーのチャージ早そうだから後ろ詰められるとやばいな、しないかだから窓枠ちょっと注意しとかんと、やばいやつやばいやつ、ビルメイクも助かるけども、ちょっとタゲが別に映ったかな、向こうだね、ここも板ないんだな、ちょっと離れようか一応念のために、でロッカーの前で自己治療を決めて、多分チリがあるような気がするからヒルビリちょろっと自己治療を入れて担がれた、ロッカー入ります。いややばいよ今回、多分これプロビリーのお出ましかもしれん、ちょっとひとまずここでチリの秒数立ってから出る、でここで自己治療して給水行きたいな、ボロタイムあるけども、あ給水行ってる、今行ってるぞ、救出どうなるんだこれ、次誰がやられるんだ、あチェイスしてたんだねあそこで、あの家の中か、でもあそこ地下室じゃないかな、
今回ちっちゃい小屋の方だったかな。ちょっと一旦ロッカー入ってそろそろかけるかな。自己治療が一人終わってる。あれかな、あのウィルメイクの人が助け入ってくれてるってことなんだよね。私よりも自己治療早かったもんね。ちょっと待ってね、自己治療してからの方がやっぱりいいからね。多分今回ワンパンでビリーチェーンソーでやってくるかもしれんけども、過信していくと良くないからね。近いね、近い。チリなのか、やっぱりチリなのか。やはりちょっと安全に行こう。ボロタイムがあるとはいえ早まっちゃいかん。誰か今救出行ってたね。あ、救出された。メグちゃん、ボロタイムかな、あの子。次メグちゃんか。これ身代わり案件になって結構厳しいぞ。私も速攻やられちゃうからやばいけども。あ、引っかかってる。おっと、向こうに行く。引っかかってる。あそこか、まっすぐ行ったところの発電機かな。行くしかないかな。あ、いやいや、でもまだ警戒してるな。なるべくメーターが尽きる前に行きたいんだけども。今か、逃げろ。戻ってくるぞ。も戻ってきたか。大丈夫かな。影が映るか、これ。こっちに、こっちに来てるぞ。やばい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 。来た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 。しなやか使って、ちょっとそこ板あるよね、正面とこね。ここ板使うか。殴られてスタン。追ってくるよなこれ、やばいよな。あれ、ん、どうなった後ろ。ん、あそこにいるぞビリーが、真ん中のところに。大丈夫なのかこれ。負けたのか負けたのか。追ってこないぞ。どうなったんだろう。とりあえずこの子に自己治療してもらってから発電機残りやりましょうかね。ちょっとなんかよく見えないな。板割ってなんか普通に徒歩で行ったのかな。あれ、なんか追ってこないね、不思議だね。とりあえずちょっとここの発電機やらせていただいて。あれ、でもちょっと待って、これ誰も追われてなくない？いけるのか。じゃあこれどうなったんだろう。とりあえずつけるとこまでつけたいね。あんだけチェーンソーでウィンウィン言わせてたのにな。もしかして反対側の方に行ったとか。おっと、これでラストだ、いけるぞ。イエーイ。あっち行ってみようかな。どうなったあれから。私とチェイスしてからなんか静かになったぞ。なんかおかしいなこれ。ん、あ、え、ちょっと待って、あそこにいるんじゃない。ヒルビリー、メクちゃんがいる。あ、え、嘘でしょ、もしかして。あー、さっきの攻撃でハマっちゃったんだ。あー、これなんか抜け出せなくなるやつだよね確か。ビリーハマっちゃった。捕獲してしまったよ私。ついにキラーの捕獲に成功してしまった。なんてことや。あるとは聞いてたけども、まさか捕獲する日が来るとは思わんかった。あのメイコちゃんもしかして協力してあげてるのかな、ヒルビリーに。ちょっとまずゲートを開けてからもう一度あの様子を見てみましょうかね。向こうのゲートは開いてる。あ、え、ダウンした。あ、板割れた、出してきたか、ヒルビリー。あのメグちゃんが多分協力してビリーのチェーンソーを食らうことにより多分ね、ダウン取った拍子に板が割れたのかな。あれ、他のワンパンキーキラーとかだと、いや、ヒルビリーカニバルは逃げ出せるけど、他のキラーだとあれって出れなかったかな。ちょっと自己治療してからでもいいかな。いや、まさか今回、ね、ヒルビリーを捕獲するとは思わんかった。攻撃食らって角度の問題でハマっちゃったんだろうね。あ、見てるメグちゃんが助けてあげてね、なんとか外出れたけども、あれ出れずに終わることもあるんだよね。ちょい私が捕獲したからもうちょっとやばそうだけど、いけるかいけるか。慎重にな、慎重に行こうで。怖いよ怖いよ怖いよ。よしよ
よく頑張った、めぐちゃん。キリーももうなんか更新してる。あんなとこでハマるんだっつってね。あれ動けなくなるんだよね。危ない。大丈夫かこれ。いけるのか。直せるのか。そして、あ、来てる来てる。めぐちゃんが心配してる。大丈夫だったっつって。どうすんだろう。お礼してる、お辞儀してる。私もちょっと深くお辞儀しとこうかな。めぐちゃん気にしてるな。大丈夫だったかいっつって助けてあげたもんな、めぐちゃんが。というところでね、なんとか脱出できましたけれども、いや、まさか板にはまるとは思わんかったし、私が捕獲してたとは思わんかった。道理でさ、あそこの板倒した後に追ってこないわけだよね。はまってたっていうね。ちょっと謝ったことあるキラー、ごめんね。私のせいだもんね、ちょっとした。いや、タイミングと角度と場所によっては捕獲することも可能っていう感じかな。いやー、久しぶりかな。前にもね、なんかあの捕獲っていうか変なとこハマったキラーは見たことあったんだけども、いや、まさか板でねあんな風になるとは思いませんでしたね。ということでね、やっぱり今回のヒルビリーはあれだね、あのチェーンソーちょっと生え出しって感じだったんだね。でバーベキュー&チリで探知しつつっていうところだったので、まあ、やっぱり怖いよね。そして怨霊の怒りがあった。あ、で、まやかし、そして不屈っていうね、とことなっておりましたと。で、今回はね、トンプソンズミックスの、まあ、ちょっと早チャージ系のアドオンと、これね、クールダウンも早くなるってやつと、まあ、あと、もう一個ね、チャージ時間がそこそこ減少するっていう、まあ、最速早チャージではなかったけど、まあ、それでも結構早いチャージっていうね、ところとなりましたと。ということでね、いやー、今回ちょっと、あんまりね、そのチェイスとかはあんまりそんなにうまくできなかったんだけども、いやー、貴重なね、捕獲会を動画としてね、上げることができましたのでね、皆さんもね、キラーでプレイしてる時とかかな、結構突っ込むとやばい時あるんだね。ということなので、皆さんもね、森に行く際、まあ、板周りのところでね、お気をつけくださいませと、というところとね、なっておりました。ということでね、少しずつね、生放送外で私の方でね、録画した動画の方もね、少しずつ上げていきますのでね、短い動画が上がっている際はね、生放送とかでプレイしてない動画だと思いますのでね、よかったらこれからもね、ご視聴していただけたらと思います。そしてね、今回動画のご視聴皆さんありがとうございました。それではまたね、次回のデッドバイデイライトの動画でお会いしましょう。ゆずきしろでした。最後までご視聴いただきありがとうございます。まだチャンネル登録してない方は下のチャンネル登録ボタンから登録よろしくお願いします。